イワナは、酒木酒かイワナ族の魚。分類上は、イワナ族のうちの一種に、イワナという和名が付けられているが、禁煙種のオショロコマも含めて、講義のイワナとして扱われることが多い。本校ではイワナ、オショロコマを含む、イワナ族の魚を総称して、イワナ類と呼ぶ。また地方によって、芋名、芋魚、絵の葉、切り口、ゴギ、タンブリなどとも呼ばれている。貪欲な肉食性で、 動物性プランクトン、水性昆虫、他の魚、下半樹木から落下する、虫、カエル、サンショウウオ、時にヘビなどを食べる。産卵期は10月から1月頃で産卵床は、本流に流入する支流が多い。2年魚以降で18センチメートルから22センチメートルを超えると、オスメスともに性的に成熟し、数年にわたって繁殖行動を行う。受精卵は、 水温摂氏10度で50日程度で孵化する。寿命は6年程度とされるが、人為的な飼育環境下では30年近く生きる場合もある。厳冬期の個体は、体色が黒ずんでいて、この黒ずみは、釣り人の間で、サビと呼ばれるが、水温が上昇し活発に設置する頃になると、サビは消えてゆく。日本の岩なるのほとんどが一生淡水で過ごす。魚で、 河川の最上流の冷水域などに生息する場合が多い。多くの種類が食用とされ、渓流釣りの対象魚としても人気がある。イワナ族には世界で30数種が知られているが、その多くがスポーツフィッシングの対象魚として人気が高く、日本では俗に渓流の王様とも呼ばれている。現在の日本のイワナ類は生息する地域。 河川によって形態が少しずつ異なる地域変異があり、大きくいくつかの亜種に分けられている。イワナの亜種には、アメマス、日光イワナ、ヤマトイワナ、ゴギがあり、オショロコマの日本産亜種には、オショロコマと、ミヤベイワナがある。なお、これらの亜種、地域変異の個体群は、かつては全てが別種であるとして扱われたこともあるほど、その形態的な特徴には、著しい相違がある。 日本産のイワナ類がこのように大きな変異を持っている理由として、イワナ類の生息指摘すようと過去の地球の気候の変化が挙げられる。また、イワナとヤマメはいずれも上流域に生息するが、イワナの方がやや冷水を好む。それぞれが単独で生息する川では、どちらの魚も上流域を占有するが、両者が生息する川では混在することなく、最上流域をイワナが そして上流域のある地点を境に、それより下流を山メが占有するということが生物学の住み分けの一例としてしばしば紹介される。しかし、砂防園庭等により生息場所や産卵場所が限れたり、岩内域と山メ域関係なく、両者を混在し放流するなどが原因とみられる。岩名と山メの交雑個体が見られる。岩ナ系、オショロコマ系以外にも日本に 人為的に、カワマス、レイクトラウトなどが移入され、一部地域で外来種として定着している。また、イワナ類の主観、あるいはヤマメなどとは、自然状態で交雑が行われており、雑種が生息している地域もある。特に外来種のカワマスとは、容易に交雑し、雑種一代目は成長は良いが、繁殖力が落ちるため、純粋なイワナが滅びる、可能性が懸念される。ヤマメと同様一般に、 各地で見られるイワナは、その多くが遊漁目的に養魚繁殖業を放流したものであり、これがその地域に本来生息していた個体と根結し、純粋な地域型個体が残っている河川は、かなり少ないと考えられている。世界的に見ると、イワナ類も他のサケ類と同様、成長過程で海に下り、成熟して川を遡上する公海型の生活史を持つ。しかし、イワナ類は、 冷水環境を好む魚であり、日本産のイワナは、世界のイワナ類の中で最も緯度の低い、温暖な地方に生息する南源の種である。従って、日本のイワナ類は、暖かい海には下らずに、冷水の流れる河川の源流付近に一生留まる、河川残留型の生活史を持つ場合が多い。日本のイワナ類で、公海型の個体群は、北陸地方以北で見られ、 北海道産のイワナなどが知られている。高緯度地域ほど公開個体が生じやすいが、東京湾でも稀に公開型と考えられる個体が捕獲されることがある。過去の氷期の寒冷気候の下では、日本のイワナ類も海と河川を往復する公開型であったことが推測され、氷期の終焉に伴う気候の温暖化で河川の上流域に陸風されたとされる。その後の長い年月の間に、 各地方、各河川の岩名が遺伝的な交流のない状態で独自に変化していったと考えられている。こうして形成された隔離された個体群は20世紀後半以降、開発による生息環境の減少、生息域を同じくするとの魚類やターシュとの競合、外来種の放流による競争、マニアによる乱獲などにより、その生存が脅かされている。特に、 産地が限定される、中部日本遺跡では深刻である。学名サルバリネスルコマニス、英名ワイタスパテッド、チャー体色は褐色から灰色、英名ホワイトスポット、チャーの名の通り、体には背部から側面にかけて多数の白い斑点が散らばる。夏でも水温が摂氏15度以下の冷水を好む。個体の特徴は地方によって様々まざまに異なるが、アシュレベルでは、アメます。 日光イワナ、山イワナ、ゴギの世の足とするのが一般的となっている。アメマス、アメマスが名サルバリにするコマにするコマニス。日本では千葉県以北の太平洋側、山形県以北の日本海側に生息するイワナの亜種。朝鮮半島東岸、カラフト、千島列島、カムチャツカ半島までの河川とオホーツク海、ベーリング海に分布する。イワナでは唯一、黄海型と、 河川残留型がおり、河川残留型は、エゾイワなとも呼称される。アメマスは、最大の全長70から80センチメートル、7キログラムまで、河川残留型では35センチメートル程度が、一般的、体側の白点が、最も目立つアシュ。公開型のアメマスは、2年目に海に下り、2年以上海で、過ごし、成熟すると産卵のために川を遡上する。詳細は、 アメマスを参照日光岩名日光岩菜学名、サルバリネスルコマニスプラビアス岩名の日本固有アシュで、東北地方、関東地方の山岳部から、滋賀県、鳥取県にかけて分布、全長30から80センチメートル程度まで、体側の白斑は、はっきりしているが、側面から腹部にかけて、より大きな大々色から、薄桃色の斑紋が散在する。 情報不足山と岩な山と岩な学名、サルバリネスルコマニスジャポーニカス、英名切り口イ岩なの日本固有亜種で、本州中部地方の太平洋側、山岳地帯の河川に生息、体長25センチメートル、他の岩の亜種のような白い斑点が目立たず、側面により、小型で紅色の鉱物が散らばる、五儀学名サルバリネスルコマニスインブリアス絶滅危惧、 ツールイワナの日本固有亜種で、中国地方の島根県、岡山県、広島県、山口県などの山岳地帯の県流域に生息。背部から体側の白藩が東部にも続いているのが目立つ。体長は20センチメートル程度。日本での分布の西源の亜種で、五木の分布の西南源は、日本海側では、島根県の横田川、瀬戸内海側では、 山口県の岩国川であるとされる、環境省の寄水、淡水魚類レッドリストにおいては絶滅危惧痛類に分類される。捕獲に関しては、近領区が設定されたもとで保護されているが、近領区以外では他の岩ナや山メに対して自治体と漁協が設けている、漁期、体調制限などが適用される。広島県など、中国地方では、ごきとも呼称される、地域個体群、 切り口と呼称されている個体群が紀伊半島の戸津川水系にのみ分布しているが、山とワナの地域変異型として考える場合が一般的になっている。この個体群がイワナ類の難原とされている。現在はに水系に2つの遺伝的に異なる集団が残るが、かつては戸津川水系の上流部や日高川水系にも生息していた。 遊魚者による捕獲やアマゴとの生息域の競合、遊魚目的に放流された日光岩なサルバリネスルコマニスプラビアスとの交雑、土砂流入による川床の平坦化により生息数は急激に減少している。1992年から2004年まで行われた三重大学大学院生物資源学研究科、奈良大学らのチームによる調査によれば切り口は アマゴとの主観関係において劣勢にある可能性が示唆され、酒か魚類が遺伝的多様性を維持し存続するための最低個体数は二千五百尾程度とされているが、二千四年の生息数は千尾程度と推定されるとしている。IUCN レッドリストでは、切り口を英名切り口、チャー、学名サルバリネスジャポーニカスとして他のイワナとは別種として取り扱っており、 単独で絶滅危惧種に指定している。また、環境省の絶滅の恐れのある地域個体群と1962年には奈良県の天然記念物に指定されている。2003年以降、切り口個体群の保護及び増殖を目的とし、筋区の設定、密漁者の摘発、河川での縁の増生、競合するアマゴの除去などの施策が順次実施され、生息数の増加が報告されている。 オショロコマ学名サルバリネスマルマ、英名ドリーバーデンイワナの白い斑点に対し、黄色、大色、あるいは赤色の斑点が、体側に散在する。イワナよりもさらに寒冷気候に適応した種類。オショロコマ、ミヤベイワナ、サザンドリーバーデンの3アシュが知られ、日本では北海道だけに、オショロコマと、ミヤベイワナが生息する。オショロコマ学名サルバリネスマルママルマオショロコマの、 同盟アシュ、北極海と太平洋北部に広く分布。太平洋岸では、朝鮮半島、北海道から、ベーリング海、アラスカからアメリカアシントン州にかけて分布。絶滅危惧通類詳細は、オショロコマを参照ミヤベは長く名サルバリネスマルマ、ミタベ北海道の差別湖とそこに流れ込む水系に生息するオショロコマの日本固有亜種。絶滅危惧通類詳細は、 宮部はなお参照者ザンドリーバーデン学名、サルバリネスマルマクラシャニニコーバカワマス学名、サルバリネスフォンテナラスミッチル、A 名ブルックトラウト、北アメリカ大陸に分布、背面と背びれが暗緑色緑がかった暗化色で昇藩が繋がった不規則な模様があり、側面に薄青色で囲まれた赤い斑点が散在する。日本では上高地のあ川に放流された個体が、 イワナと交雑し、イワナの純水種が減少している。詳細は、カワマスを参照レイクトラウト学名、サルバリネスナメイク種、シュ、英名レイクトラウト基本的に冷水性の故障に住む、完全な故障残留型のイワナであり、北アメリカ大陸、カナダ北部からアメリカ、ニューイングランド地方にかけて、五大湖の流域が原産地だが、北アメリカ大陸の他の地域にも広く移入された。日本では、 中禅事故に移植されている。詳細は、レイクトラウトを参照北極イワナ学名サルバリネス、アルプイネス、英名アークティック、チャー交雑種、編集詳細は、サケルイイシコーハイを参照ジャガートラウトイワナと、カワマスの交雑種、管理釣り場などで放流されている。上高地の対象地、アズサ川にも生息する。川バカ川サバ上4匹川サバ下から2番目イワナ 一番下山目岩ナと山目の繁殖力のない一大交雑種で岩目の属称もある。山目の特徴であるパーマークがあるが背中の反転がイワナの特徴である流れる傾向が見られ反紋が海の魚のサバのように見えることから川サバと呼ばれるようになった。模様の出現状態は個体により異なる。繁殖能力がないとする研究とあるとする研究がある。 ヤマメやイワナより寿命が長い温度耐性試験の結果両親のイワナヤマメよりも高温に強いなどの特徴を持つとする研究結果がある。自然河川では産卵床形成位置の違いや生息的水温の違いと産卵時期の違いにより産卵場所が分けられ交雑することは少ないとされているがヤマメの生息域拡大や天候の影響や個体差で稀に産卵時期が 重なることがあり、交雑が生じている。また、河川増水により生息域が交差したり、岩内域にヤマメ、ヤマメ域に岩ナを放流することにより交雑することも、ある。なお、札幌市豊平川酒科学館では、人工的にヤマメと、エゾ岩ナを交配した魚を展示している。突然変異、編集無反、流れ門特徴的なパーマーク、白反、 主点がなかったり不規則な個体が生じることがある。それらの個体は、無反ワナや模様が不規則な流れイワナと呼ばれる。遺伝的には、通常の模様を持つ個体と相違点はないとされているが、河川により出現率に偏りがある。なお、ニジマス無反個体は、放来マスとして、愛知県水産試験場により1980年代に品種固定されている。 春は5から6月から夏にかけて、塩焼きや唐揚げで食べることが多く、淡白な味の白身は山メと並び称される。また焼いた岩菜に厚く、缶をつけた日本酒を注いだものは骨酒と呼ばれ、やしあふれる美味である。養殖個体や河川残留個体では寄生虫は検出されないことも多いが、水域によっては異形級中華や線虫が検出されることがある。したがって、 生殖をすると寄生虫症を発症することがある。水域によって異なるが、ヤマメなどとともに産卵期間の10月から翌年2月から4月頃までを中心に資源保護を主目的とした禁漁期間が設定されている。また、巨峰とともに捕獲可能な体調の制限がなされている場合もある。柿自治体では岩名を自治体の魚として指定している。ありがとうございます。